はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。ワールドスタジアム5、続きやっていきましょう。さあ本日からはジャイアンツとね、再び3連戦がスタート。今度はまたドームでのビジター戦となりますね。巨人阪神7回戦、先発ピッチャータイガースは福原さん、ジャイアンツの方はメイさんの先発ですね。スタメンはやっぱりそうですね、広沢さんが調子を落としてきたので、ここは平下さんと入れ替える。で、打順は平下さん7番、これで参りましょう。校長の木原さんは2番です。試合開始でございます。はい、参りましょう。赤星さん、うまく合わせました。センター前ヒット、初球打ち。2番ショート、沖縄様、さあミートに変えました。センターの横抜けていきます。赤星さん三塁を回った、沖縄さんツーベース、タイガース先制。さすが絶好調。そして文心くん登場。文心くんは三遊間のあたり、桶谷さんスリーコンでセーフ、内野安打。ここは投げられません。クルーさん初球のど真ん中の球見逃しました。右中間伸びるぞ、フェンスダイレクト、ランナー一人かえる。文心くんもホームイン、クルーズさん2点タイムリーツーベース。そして檜山さん、檜山さんはインサイド打ち上げました、浅いライトフライ、これではタッチアップできない。ワンアウト二塁、ペレスさんも打ち上げました、ここはセンターフライ。そして平下さん、スライダー振っちゃった。平下さんは打ち上げました、3球目ショートフライでスリーアウト。さあタイガースは初回3点の先制となりました。1番セカンド西さん初球打ち、いい当たり、右中間の当たりは、ここは赤星さん追いつきました、ワンアウト。2番レフト清水、1・2塁間の当たり、文心くん回り込んで取りました、セカンドゴロ、ツーアウト。ファースト清原、見逃された。もう1球外、ズバッといった、空振り三振。1回の裏のジャイアンツの攻撃は三振を含む三者凡退となりました。8番キャッチャー矢野、矢野さん右打ち、これは飛びすぎました、吉信さん追いつきました、ワンアウト。9番ピッチャー福原さんも初球打ち。1番センター赤さん払った、ここはファール、今度も払った、これも切れます、ファール、これも払います、タイミングずらされました。今度はうまく合わせましたけどショートライナー。2回の表のタイガースは三者凡退無得点。松井さんはやっぱりノーアウトでも、ノーアウトというかランナーなしでも変えないとね。さあセンターへの当たり、赤星さん追いついた、ワンアウト。サード江藤追い込みました。3球目外、速い球、空振り三振。原さん今日いいですね、高橋、これは切れていきます、ファール。
3球目、外、速い球、見逃し、スリーアウト。2回の裏のジャイアンツ、またもや三者凡退、無得点。さあ第1打席、ツーベース打ってる沖原さん、今度は引っ張りましたけど、ちょっと詰まり気味、ここはレフトフライ。文心君、第1打席はショート、フィールダースチョイス、今度はセンターへ抜けていきました、センター前ヒット。ワンアウト二塁とします。ツレツ右中間ライト寄りの抜けてきました、クルーさんツーベース、タイガース4点目。センターへ、あーこれは松井さん取った、ダイビングランナー飛び出しておりました、タッチアップはできません。ペレスさんは引っ掛けました、サードゴロでスリーアウト。3回の表のタイガースは、1点追加、4対0ですね、クルーズさんのタイムリー。7番ショート三岡、引っ掛けました、沖原さんショートゴロ。8番キャッチャー村田、見逃し、三球三振。9番ピッチャーメイ、ここはファーストゴロ、スリーアウト。福原さん序盤3回パーフェクトピッチング。さあ中盤に入っていきます、4回の表は7番の平下さんから。平下、あここはいい当たりが出ません、平下さん第2打席は引っ掛けました、セカンドゴロ。キャッチャー矢野さん引っ張った、ショート新岡さん遠投、あずれた、セーフ、内野安打かエラーか。ピッチャー福原、まあ、セカンドのアウト諦めました、エンドランかかっておりました。払ったレフト前、2番ショート浮原、あーここは内角詰まらせました、セカンドゴロスリーアウト。4回の表のタイガースはランナー2人貯めましたけども追加得点になりませんでした。1番セカンド西、ショートゴロ、素早い送球、ワンアウト。2番レフト、あーこれは清水、初ヒットを許してしまいました、右中間のシングルヒット、もうちょっと外へ外しておけばよかった。清原、あスライダー甘く入りました、右中間への当たり、4番センター松井、うわー飛ぶ、これはファール。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。今度は左中間、ここは打ち取りました、江藤さんも左中間、これも平下さん追いつきました、スリーアウト。さあしかしジャイアンツはこの回ヒットを重ねて1点返しました、4対13点差としております。文心君第3打席、引っ張った、これは文句なし、初球打ちレフトへ持っていきました、久々のホームラン、31号ソロ。
やっと出た文心くん、これで5対1、再び4点差。クルサは今日は2安打。さあクルサもいったか、ライトへ連続ホームラン、25号ソロ。6点目。檜山さんは今日はいい当たり2つ。あ、タイミング合わなかった。さあ檜山さんもどうだ、ライトへ上がったぞ。3連発か、3連発か、3連発にはならない、フェンス上段。惜しい当たりでした。ペレスさんは引っ張り上げました。ここはファールゾーンに落ちます。引っ張りました。三遊間レフト前ヒット、一塁三塁。レフト平下、そうか、投げんかったかなんか変な動きと思ったら、ホームへ送球、セーフ。さあ矢野さん、矢野さんヒットで出塁。2点タイムリー、9対1。ここでメイさん降板、三沢さんにスイッチします。ピッチャー三沢。おー、抜けた抜けた抜けた、センターへ抜けてきました。1番センター赤星。赤星さんはショートゴロ、ここはファーストへ送球、アウト。ワンアウト二塁三塁。沖原さん引っ張って、あー、レフトの横抜けてきました。10点目、11点目、沖原さんの2点タイムリーツーベース。そして文心くん、ライトへ、これもいった。2打席連続、ついに目覚めた32号ツーラン。13点目。そしてクルーさん、今日は3安打、ホームラン1本。さあこれは右中間、これも伸びるぞ、連続ホームラン、26号。14点目。あ、檜山さんは引っ掛けました。ここはファーストゴロ、ツーアウト。6番サード、ペレス。詰まりました、センターへのフライ。ここは松井さん取りました、スリーアウト。5回の表タイガースは10得点、14対1としております。6番ライト高橋、かけました。これは分身追いつく、セカンドゴロ、ワンアウト。7番ショート、新岡。ジャンプ取れない、センターの前に落ちます。新岡さんセンター前ヒット。8番キャッチャー村田。
543ダブルプレー。これで福原さん勝ち投手の権利を得ることができました。下位打線7番レフト平沢さん初球打ち打ち上げました。ちょっと差し込まれました。8番矢野さんは浮上の兆しになるか。今日は2安打ミートに徹しております。これも甘いライト前。9番ピッチャー、あ、打ち上げた。日産こう下がりました。セカンドフライ、ツーアウト。1番センター赤星、センターへ、あ、飛びすぎた。これは松井さん前進しておりました。センターフライ、スリーアウト。6回の表のタイガースは追加得点なりませんでした。14対1のまま。三沢さん交代しません。三沢、はい、平下さん追いついた。そうです、今日は平下さんですね。レフト1番クルーズさんって言いそうになりましたけど、西間に合うか。ファーストアース、うん、セーフ。内野安打。2番うまい。文心君ワンバウンドにして取りました。463ダブルプレー。たまたまですけどね。さあラッキーセムです。タイガースは沖原さんから上位打線。今日はツーベース2本。沖原、あーマックかわされた。おー危ない危ない。早いよね宮沢さん今日は。あーインサイド空振り三振。3番セカンド文心くん、1・2塁間、西さん横跳びファースト送球セーフ。内野安打。そして今日はホームラン2本。クルーズさんはセカンドゴロを引っ掛けました。さあ檜山さん一発出るか。あーすごい当たり、ゴロで抜けていきます。インサイド空振り、檜山さんは三振。タイガースはラッキーセブン無得点。3番ファースト、ああ間違えた、リリーフ。さあ葛西さん行きましょう。危ない危ない。ピッチャー葛西、ファーストゴロ。さあそして松井さん絶不調になっております。ショートゴロ、沖原さんランニングキャッチ。ツーアウトランナーなし。サード江藤、ライト、これはフェンスダイレクト。セカンドを狙う、タッチアウト、スリーアウト。ラッキーセブンジャイアンツは江藤さんいい当たりでしたけども、セカンドに行く前にアウトとなってしまいました。弾いてファースト送球、おー仁岡さんナイスリカバリー。平沢さんいい当たり、ライトオーバー、ツーベースヒット。矢野さんこれ落ちないね。あレフトフライ。あ笠井さんは初期2球目を引っ掛けてしまいました。ショートゴロスリーアウト。8回の表のタイガースは下位打線に入りましたけどもヒット1本無得点。14対1のままですね。6番ライト
さあ笠井さんは2イニングス目、詰まりました、ギリギリアウト。7番ショート新岡、外れる。あ、ツーベース、ちょっともたついた、ごめんなさい。8番キャッチャー、意識があれだった。これ失点したらかわいそうやな、笠井さん。さあなんとか打ち取れんか、見逃し、ツーアウト。ピッチャーのところで代打は、ああ、マルちゃんだ。これやっぱりセーブで活躍したあのマルちゃんやね。代打マルティネス、清原さんが怒る原因になったね。まあ本人怪我してるかしゃないんやけどね、あれ。打ち上げました。レフトなんで出てけえへんねん、おかしいやろ。1番セカンド西、笠井さんかわいそうやなこれは。ここはセカンドでアウトとなりました。笠井さん久々の失点ですね、これはちょっと私の操作ミスでもあります。さあ9回の表マウンドに上がってきたのは木村さん、タイガースのトップバッターから。木村、ここはショート新岡さん飛びついた、ファーストはセーフ、内野安打。2番ショート浮原、取り成功。センターへ、あー、これは伸びがない、センターフライ。さあ文心君今日はホームラン2本。3番セカンド文心君、レフトへ高々と上がりました。打ち損じました、レフトフライ。クルーズさんはライトへ打ち上げて、今日3本目とはなりません。15点目。さあ檜山さん今日は5の1。あー引っ掛けた。檜山さんはちょっと当たりが今日は芳しくありませんでした。タイガースは、9回の表1点追加、15対2ですね。笠井さんは3イニング進め、清水ちょっとコントロールが甘くなってきました。3番ファースト清原、見逃し、ワンアウト。4番センター松井、甘い、甘いストライク、これも甘い、しかし打ち上げてくれました。ライト檜山さん取りました、ツーアウト。江藤さんか、サード江藤、ツーレツ切りました、ファール、打ち上げました、センターへのフライ。赤星さん取りました、ゲームセット。今日は15対2ですね。文心君とクルーズさんが2本ずつホームランを打ってくれました。檜山さんがちょっとね当たりなかったのは寂しかったですけどね。はい、というわけで、勝ち投手が福原さんですね。6回1点で、負け投手がメイさんで、笠井さんがなんとか3回投げてくれました。セーブがついております。ホームランは先ほど言ったように文心くん31号32号、クルーズさんが25号26号と2本ずつ打っております。ま、
6本差が縮まらないね、なかなか。さあ、他球場はベイスターズ勝ちました。斉藤隆さん、おっと高津さんで敗れてますね、スワローズで。もう一つの試合はカープ快勝、山内さん、エースのバンチさんが負け投手となっております。14対3か。ちょっと沖原さんが下降戦かな、こうなってくると。木山さんも多分明日ぐらい黄色なんだろうね、これ。はい、ということで、この5回の10点が光りましたね。福原さんが6勝目、メイさんが5敗目ですね。まだ1勝もしてないんでね。笠井さんが2桁セーブとなります。10セーブ目。メイさん10失点、三沢さん4失点、木村さんも1失点か。ただ打線は巨人はやっぱりよく打つね。でタイガース側は、まあ先発全員安打ですから、これはこれでよしですね。文心君4安打、クルーズさんは5安打ですもんね。赤星さん も調子落としながらも猛打賞。今日は仲良く1失点ずつでしたね。22安打15得点という結果でしたね。はい、というわけで今日はここでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。